行きましょう、木澤投手系統でございます。しっかり投げていきたいと。こちらもですね、ちょっと見ていきましょう。ツーシームですね。こちらのツーシームの回転がこんな感じで真横に曲がっていく、こんな感じのツーシームになってます。こちらのツーシームとこちらスプリット、これが強いというのが木澤投手でございます。まあ、なんですけども、残念ながらこのツーシームの回転がね、あのナチュラルシュートみたいなまっすぐの回転から曲がっていくという回転に変わってしまった。そこが弱体化と言われております、木澤投手で。こちらのシンキングファーストはシリーズ2もこのままでございます。はい、ナイスバッティング、うまい。まあ、これはちょっと